7月28日金曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です七、えー、月もいよいよ終わらんとしております、ね、そうですよねそうですよまああの月末はね、えー、本当迫ったところは三十一日が月曜日なんで、はいえー、この週末を超えてというところですけれどもまあまあまあでもね、えー えー、そうか七月も終わるかと。 というはですね。ね<え>も,もう夏休みに入ってという方も多いし、うん、もう時効の挨拶はおわつございます。になってるし、この1ヶ月はなんか目まぐるしい感じがねえー。新規アナウンサーは秋田にねえー、取材にも行って、えー、豪雨もありというところでありました。えー、ニッポ放送では現金も受けしておりますんで、あのよろしければぜひご協力いただければと思います。あの正面玄関にね。募金箱を既に置いてあります。けれども、これは平日の朝。8時 から夜8時までとそれから銀行の振り込みもあるということでありますあのホームページ等々でもご案内しておりますのでぜひご協力いただければと思いますまあこれだけねあの 列島全体で見ると雨が降っているところもあるということですが関東は本当雨が降らないもう暑い暑いというね日が続いておりますがえ夏休みにも入りましたので涼を求めてですねえープールや海にとういう方もいらっしゃると思いますけれどもあの私は横須賀の出身なんでまあ確かに夏休みというとですねまああの親に、え、ー 海水浴に据えてもらったりとかあ,とある程度、年い行くともう自分たちでねえ自転車乗ってあの海まで行ってみたいなことをやってたんですけどまああのやっぱそのねえ気をつけて海に入れよっていうねでそこであのいろんなことをこうなんとなく年長者から教わったりとかっていうあるいは自分が怖い思いしながらですねえーあーこうやったらあ岸に戻れんだなみたいなことをねえ体感で学んだりとかしてました。けど あのー、やっぱあんまりこう海が間近にないところで育った人なんかに聞くとあそんなことがあるんだ知らなかったみたいなことを言われるんですがほらあの離岸流っていうのがあるじゃないですか<ー>外に向かってね沖合に向かってこう、はい、流れがあるからそれに流されちゃうとあの知らず知らずのうちにね結構あの外まで<う>、えー、持ってかれてしまう,とうでそういう時にあの離岸流に逆らって一生懸命、一生懸命岸に向かって泳いでも全くこう歯が立たないんで。 消しちゃいますからね,からねでそういう時はあの横に向かって泳ぐんだぞとであの岸に平行に泳いでいくとどっかで今度は岸に向かっての流れに、えー、ぶち当たるからそこであの岸まであの流れに任せて泳いでいってで、えー、あとはあのどんなに遠くても陸を歩いてくる分には、えー、溺れることはないんだからと、うん、でそうすれば帰ってこれるんだと。はい であの怖くなったらあんまり遠くに離れてね怖いようだったらこうジグザグに右行ったり左行ったりしながらあの流れをつかんで戻っていでということを言われたんですけど言われたもんなんですけど私なんかは。これ結構ねあの そう。近所の人とまあ、パパ友なんかと飲んでですね。あのー、ね、えー、海入るとなるとこんなこと言われたよね。なんて話するとあそうなんですか知らなかったです。言われるもんなんだよね。まあ、あのー、結構そういうこうなんかね。あのー、別にどこに書いてあるもんでもないけど、なんとなくこう。 ね上から下に言葉で伝わってきた<ー>みたいなものはもとかね。そうそうそう。あの川の近くにね住んでて川で遊ぶなんてえ人もあの無理やり岸にっていうよりもこうまあ流れに任せて下に下っていくとそのうちにあの岸の近くに行くからもう無理やりにこうね岸に向かってあ泳ごうとして体力消耗するよりもそっちの方がいいよっていう話だとかあと岸からこうね川 から上がろうとする時にもうお立ったまま岸に上がろうとするとこうあの川底の土が崩れちゃって、はい、足元が崩れちゃって足取られて。 流されちゃったりとか上がれなくなるんでもうギリギリまで浮いてって浮いてってお腹するぐらいまで浮いてってそこからほ腹前進みたいにして上がっていくとうまいこと上がれるんだよというようなこととかね舌を崩さずに上がれるんだよとかなんかそういうこうまあ昔のこうおじいちゃんとかおばあちゃんの知恵みたいなものっていうのがそういやなんか知らず知らずのうちにそういうのが染み込むように覚えてったんだなっていうのをね夏になるとふと思い出したりなんかしますけど 本当、毎日のように、ね、あの水にまつわる事故っていうものが、えー、言われていたりなんかもいたします。えー、それから、ねあのーね、子供がこう 溺れかかってるとかなんとかっていうことになると大人が飛び込んでって助けようとするんだけどそれよりはあのロープとかをこう探してでそこで手繰り寄せたりとかっていう方があが本当一緒になって沈んでいってしまうというような事故を防ぐこともできるというようなこともありますのでちょっとねそういうのもまあ最近はあのちょっと調べるとネットなんかで載ってたりなんかもするんですけれどもいろいろ気をつけていただければと思います。夏休みににすすでに入っております今日も 何度三十。30今日はです。東京都心三十六度です、ね。<laughs> 一方で熱中症にも気をつけなきゃね。いというところでもあります。はい、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター、私、だ、信義アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターを使って、えー、お寄せ、えー、ご意見お寄せいただければと思います。離岸流についてっつのはね、あのー、いろいろね。 いただいております。そう、やっぱりおもちゃとかが流されちゃったりしても取り行かないでねとかね。あそうですね。そうそうそう。あ長戸の男さん、えー、山口の長戸の出身ということで海に行ったら気をつけるもの三つ。離岸流とそして漂流物。あこれもね何入ってるか分かんないからと。確かに。そしてクラゲと。クラゲね。 イラというああなるほど電気クラゲのことをイラって言うんだあ,<ー>あのえぼ鰹のえぼしってやつですねエボシありますね綺麗<ー>、うん、だなって思っちゃうと危ないっていうい、ね、そう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 そ、うん、なんかなんか汚すかのあたりだとお盆過ぎから出るみたいなこと昔は言われてたんだけど、えー、でも最近は結構早くからもういるんだよって話がね、うん、あ,あれはあの食種が結構長いから。 ねえー、打ち上がったものをこう触りに行ったりなんかすると実は足で踏んづけたりなんかするっていうねそうそう気をつけなきゃって話がありますがさて、えー、今朝のコメンテーターは総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです、えー、この後と六時半追からご登場まずはビッグモーターについて損保ジャパン、えー、虚偽報告の疑いが浮上というニュースも出てきました、えー、そしてヨーロッパ中央銀行の意思決定零点二五パーセントの追加利上げアメリカも追加利上げが決定しましたね。 えー、さらにおはようニュースネットワークのゾーンではじゃあ日本はというところで日本の金融政策決定会合の見通しについて。えー、それから えー、EV 充電器の規格についてホンダや GM メルセデスなど7社が北米でまあ、共同で会社を作るんだというニュースが入ってきております、えー、さらには林外務大臣のインドアフリカ歴訪、そして最低賃金についても取り上げますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ今日の紙面はねバラバラという感じなんですが、後ほど取り上げるニュースも結構入ってきております、えー。まず朝日新聞ですけれども、保険商廃止延期を示唆、首相現場の意見聞くということで、あの福岡を総理視察されたんですね。ね、えー、そこで、えー、記者団の取材に答えて、うん。 医療関係者の意見を含め現場の意見を伺いながら対応を考えていきたいとあのマイナ保険証への移行に伴って来年秋に健康保険証現行のものは廃止するんだということ。 で今週ね、ねあの河野デジタル担当大臣にもインタビューをしましたけれどもそこでもこのね保険証の廃止についてまあいろんなところから延期するしたらどうかという話が出てますけれどもというふうに振ったところ、まあ、河野さんはいやお尻決めないとこれ進むも進まなくなっちゃうからねという趣旨の発言をされていたんですけれどもいやここで対象がはしご外すっていうのは河野さんにとった辛いことになるよねというね,ねえ、えー、話であります。まあ、まああー ね、ただ、現地は取ら,取らないということで <laughs> と、えー、取らせてはいないと、まあ、まだ対応考え中というような、ねえー、ところおのようです、えー。それから読売新聞は東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件について、えー、東京五輪電通談合一部認める初公判テスト大会立案ということで、えー、広告最大手電通グループとそして、えー、このお電通の元スポーツ局局長補の逸見被告の 初公判が昨の開かれたということで、えー、これについてであります。 えー、そして、これも後ほど取り上げますが毎日新聞一面トップ最低賃金1000円台決着へ審議会、えー、全国平均初の大台ということであります。それからビッグモーターに関して損保ジャパン全身に在籍ビッグモーター不正前副社長関係性深くと、まああのーねえー、会見をした社長の息子に当たる方だそうでありますが損保、えー、ジャパンになる前の日本講和損保という会社に所属を していたことが分かったということでまあその辺からどういう繋がりがあったんだとかね、えー、そういう話にもなっております えー、そして日経の一面ですけれどもおまさに今週は中央銀行の政策決定会合が次々行われるいわゆる中銀ウィーク、えー、アメリカの中央銀行に当たる FRB 連邦準備制度理事会そしてヨーロッパ中央銀行と、えー、行っておりますこれね、あのー、ニュースについては後ほどうん取り上げてまいりますそして日銀の、ね、政策決定についても、えー、吉崎さんに今日のコメンテーター吉崎達彦さんに聞いていこうと思いますが、えー、日経の一面です。 日銀金利操作を柔軟運用上限0.5%超え容認案ということでうんこれだけ見るとまるで決まったかのように思うんですが決定会合、今日議論というふうに、ね、サブの見出しがついています、まあ,あこのタイミングでこ,こ,これを一面で出すかというあたりが、えーまあ、このイールドカーブコントロールという、ねえー、長期短期の金利を操作するという金融緩和の手法に対しての日経の姿勢というかですね一刻も早く終わらせたい。 いいうようよなあたりりがが見えてまいりますがえ記事を読むと、まあ、あの上限は0.5%で据え置くんだけれども場合によっちゃちょっとこれを拡大させてもいいみたいなことをですね議論してるんだと日経はそう報じているわけですけれども、まあ、これ、えー、記事が出てですね、えー、電子版ではもう明け方頃には出てますんでいろいろと。 反応が出てきておりますが、えー、例えばですねあの昨日お電話で出てくださった、えー、片岡剛志さん、えー、元日銀審議員、えー、今 PWC コンサルティングのチーフエコノミストでいらっしゃいますが。あー 報道内容を見る限り意味不明な話だと思うというふうにツイッターで、えー、書いています。まあ変動幅は固定で一時的に0.5%の上限を超えるというような話。まあ,あでまあこういうね、えー、ことっていうのはあのー、なんか柔軟にやるんだというふうに記事では書いてますけれども、まあ柔軟というよりもお政策が曖昧になっちゃうだろうと、えー、市場に対しての不確定。 要素が増えちゃうぞっていうかね、えー、話をうん、えー、指摘していますねああまあ なんというか、ま,あ、まだね、えー、正式な決定というものが何一つ出ていない中で、えー、こういう記事が出るんだなという感じもございます、えー、そして気になる記事なんですけれども、あのー、各市ですね国際面などで触れていますが、えー、アメリカの国防長官、えー、並びに、まあ、国務長官、えー、この後オーストラリアで2プラス2を行うということですが、まあ、それに先立つ形で,です、ね、南洋の諸国パプアニューギニアるとかを訪問しております。 まあこの辺りを中国とアメリカが取り合っているんだという記事がですねえ各地に出ておりますけれども何ああというか歴史は繰り返すというか陰を踏むというかですねまあこの辺りのところをどっちが取るというのが非常に大きな問題になってくるのはまああ先の大戦の時もねなぜえ帝国海軍があそこを取りに行ったかというのがまさにそれであってえーオーストラリアとおそしてアメリカの本土あるいはハワイ グアムというあたりをこうつなぐラインにちょうどあの南洋の島々が位置をしているとだからこそガタルカナダだったりとかラバウルに航空基地を作ったりとこういうようなことをまあ日本帝国海軍もやったんだという話なんですがうんここに関してというのはさらにまあ日本にとってはひと事ではないというところがあってえまあ今、南シナ海が非常にいいきなさいというふうにも言われております。で、えー 台湾で例えば有事があった際には南シナ海の、えー、を中国は自分たちの海にしようとするだろうとでそうすると、まあ、日本にとってはですね、えー、油を運ぶ船が今はもう1日に何隻もあそこを通ってくるんですがそれが通れなくなるとで油を満載した船っていうのは、えー、当然ながら、まあ、荷物ですごく重くなってますので、えー、喫水線がこう深くなると、ね、いうことになると浅い海ではこう通ることができない。と 今度はですねあのインドネシアの辺りからオーストラリアの北を迂回すればいいというふうふに思いがちなんですがあそこの海っていうのは結構深い浅いので、えー、下手をするとオーストラリアの南から迂回してこなきゃならないとでオーストラリアの南から迂回してきて北に上がろうとしたときにぶち当たるのがまさにその南洋の島々ということになってここをどっちが取るかというのは日本にとっても非常に大きな問題になってまいります。ここが気になるでした えー、コメンテーターの方々この時間からご登場ということなんですが、はいえー、今日のコメンテーター吉崎達彦さんちょっとね今渋滞に巻き込まれていて。 遅れていらっしゃるということがあります確かにねあのー、道路交通情報センターのサイトなんか見るといつもよりも混んでるのかもなという感じでありますまあ、月末ということもねあるし夏休みに入っているというようなこともあるようでありますさあ,あこの時間取り上げる予定でありましたのは、ビッグモーターによる自動車保険の不正請求問題について今新木アナウンサーもニュースで読んでくれましたけどねあのー、金融庁に対して、えー、不正の指示は確認 できなかったというふうにまあ虚偽の報告をしていたことが分かったということでまあ中に出港でね入っている人たちは当然ながら事情を知ってたけれども点点点というところであります。ままあ、まああまああこのあたりですね。えー まあこの損害保険のね業界の人とかあるいはあのいろんなこの仕組みをねえ解説する記事なんかを読むとなるほどねと思うのがまああの例えばこの事故を起こした車をじゃあどこで修理をするかというときにまあ入庫紹介という形でビッグモーターのーねえー工場を紹介をするとそうすると板金の工場は儲かりますよねという話なんですがえそれをやることによって でえーまあ、そこで、えー、ビッグモーターに1個損害保険会社として貸しを作ると、えー、新規のお顧客の紹介を5人分ぐらい、えー、1台につきやってくれるとこういうようなことが、えー、ビッグモーターとおこの損保ジャパンの間であったらしいというようなことがあってですね、まあ、そうすると、えー、損害保険会社にとっても悪い話じゃないとむしろ顧客をたくさん紹介してくれる大口の太い客だということになってくると。 いいろろやってるけれどもうんどうしようかと、まあ、現場としてはいろいろ把握はしてるけれどもじゃあこれを会社にあげた時に、えー、どうするかというのは、まあ、そこで判断があったんだろうというようなことがですねいろいろとこう出てきていると、まあ、ネット上なんか見るとねいろんなことが転がってきているなという感じがございます。えー、ということでまあよさ崎さん後ほどご登場となります。お、えー、お送りりしております田浩二の、OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。 コメンテーターの方々あ、今日はこの時間からご登場でございます。えー、今朝は総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎辰彦さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。渋滞大変でしたね。<laughs> 本当にで、ね、だからこ, <laughs> これは明日隅、ええええ、田川花火が四年ぶりで来るわけですよ。はい、ええ、はいはいはい。どうも、ええ、今日のうちに全部トラックとか動かなきゃいけないってことで、もう大渋滞になる。はい。あの辺のそうですよね。<え>問屋さん、はい とかなんとかもう動けなくなっちゃう,うそう明日はだからもう多分浅草の辺とか大変なことになんじゃないですかね。えー、そうですよね。四年ぶりだから相当な人でも見込まれるしっていうね。えーえー、なるほどいやいやいやでも結構ねそういうこうイベントごとで、はい、そういえばコロナの前はいろいろ影響受けたけど普通にやってたよな久々なんでびっくりしちゃました。四年ぶりの夏ですよ本当に。さあ,あ吉崎さんのプロフィール簡単でございますがご紹介いたします。え千九百六十 富山県のお生まれです。カンベイさんの愛称で、えー、名前で親しまれるエコノミストでいらっしゃいまして、アメリカなどを中心とする国際問題の研究家でもいらっしゃいます。えー、また日銀第28代総裁早見氏の懐刀だったことも知られていて、そして競馬にも大変多くは。い夏競馬いかがですか。夏競馬ね面白いですね。えーえー、私あのあのもう4年ぶりにこれまで福島競馬に行ってきまして。そうですか。僕大好きなんですよ。あそこ ここなんちゅうんですかで、ね、客層がいいんですね。あ,<ー>えー、あの今年の七夕賞一万五千人の人出だっ。はい だそうですけどもそうすかさすが一番高い珍しく単賞で取れましたねった,、えー、ただ隣一緒に行った人が18万馬券っていうの当てちゃって、ね、マジっすか本当に景気のいい話いやすごかったなあれは <laughs> いやでもあの福島競馬の夏の雰囲気って本当、ね、<っ>あそこもまたねえ<っ>駅からバスちょっと乗って市街地の中にあるっていういいですねあの雰囲気ねだから地元の人がフラッと来るみたいなこう愛されてる感じありますもんね あな,なんかね、もうあれはね同窓会を競馬場でやるんだそうです。あそうなん要するにあの、まあ、全国に散ってた人たちが夏になると帰ってきてお盆<で>と一緒にでで競馬場で、えー、お久しぶりって元気だったかって。<laughs> そして景気がいいというと大谷翔平選手海の向こうで非常に景気がいいすでにスポーツニュースのところでね、えー、ダブルヘッダーの第1試合では1安打完封勝利だったということをお伝えしましたそしてホームランも打ったということですけれども、えー、タイガースとのダブルヘッダー第2試合2番指名打者で先発出場しております第3打席にも2打席連続となる38号ホームランを放っております <laughs>、えー、試合4回途中7対2エンゼルスがリードということで大<ー>谷さんもすごいです。 強いっていうかい最近勝ってますよね。いや本当ですよね。ね,<ー>ねよくナオエって言うんですよね。そうナオ、ね、エンゼルス、ナオ、えー、エンゼルスは点点点というね。点点点。最近勝ってるからいいです、ね、本当んんええー、ということでドー選手の情報もお伝えしました。さらには株と為替の動きもお伝えしておきます。現地二十七日ニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の人比べて二百三十七ドル四十セント安い。三万五千二百八十二ドル七十二セントで 取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は77.17ポイント下がって1万4000飛び50.11でした。一方円相場1ドル139円40銭付近で取引されております。まあ、昨日まで13連騰であったということで、さすがに今日は下がったという感じですかこれは。うんうんまあ何ですかね、えー。気持ちよく売ってるって感じじゃないですかね。<laughs> 気持ちよく売ってる。えー なんか景気とか軟着陸に向けて先行きの強気ムードみたいなものもアメリカにあるんでしょうか。ういや、あのまあアメリカね、はっきり言ってバイデン。はい 大統領の立場になってみるとできれば今年の前半に景気後退局面が西四半期ぐらいあって、はい、年末ぐらいから戻ってくる方が多分来年度選挙を考えるとその方がいいわけですよ。ところがこのまま行くと、はい、ノーランディングシナリオ、えー、つまり景気悪くならないままこのまま再び良くなっちゃうっていう可能性まで出てきたんで、はい、これはちょっと話がうますぎるんじゃないかっていう。<laughs> なるほど、まあ。昨日ぐらいからちょっとそんな感じが出てきてるってとこですね、はあ、このままの勢いでいくと本当にバイデンさんにとってはものすおい,追い風になるしい展開かなって感じですねさあ、まあ、アメリカの,、ね、あの中央銀行の意思決定についても後ほどお送りしますがまずはヨーロッパの動きこちらですヨーロッパ中央銀行が0.25%の追加利上げ。 ECB= ヨーロッパ中央銀行は27日金融政策を議論する定例理事会を開き政策金利を0.25%引き上げると決めました利上げは去年の7月から9回合連続となっておりますラガルド総裁は理事会後の会見で物価上昇率は低下し続けているがまだ高すぎる水準が長く続くと予想されると述べ引き締めの効果を慎重に見極める意向を示しました ヨーロッパはこれやむにやまれずの利上げっていうことになるんでしょうかあのアメリカはあと1回あるかないかって感じなんですがヨーロッパはまあこれ9月も当然上げてくるっていう感じですね<ー>、えー、なかなかまあ,あのインフレがちょっと止まらない感じになってますんでんえー アメリカはちょっとそろそろ気を抜き始めた、はい、ヨーロッパはまだまだ気が抜けないそして日本はというと、はい、まだ緩めてて大丈夫なんですかでまあこの判断が今日この後来るわけですよね三、はい、三者様今週はその中央銀行ウィークってことで我々の業界ってい結構ピリピリしてるわけなんですけれども。 これがなんかその木曜日の朝3時と、はい、木曜日の夜9時ときょうの12時ごろそれぞれの、ね、意思決定が出てくるというのがと市場またいで続いていきます中央銀行ウィークです。 先ほど前半のね7時またぎ前半のゾーンではヨーロッパ中央銀行の利上げについてまあ見出しリードを読んだという形でありました。このヨーロッパ あの物価の上昇っていうのはブレーキ踏んでも踏んでも止まらないっていう感じになってるんですか。あの止まらない感じですね。<ー>でもっとひどいのがやっぱりイギリスでリスこれはねうもう年末ぐらいまで利上げ続いちゃうんじゃないですかね。そんなにいいですか。えー、まあまあ今となってみればやっぱりブレグジットが失敗だったな<れ>。 っていうことでまああの労働者が外から入ってきてくれないもんだから、はいえー、もうとにかく値上がりが止まらないっていうことになってるとこれ人が集まらないから賃金上げなきゃならなくて、えー、それが価格に影響してくるということだから今、本当やっぱりこの世界的なこの賃上げですよね、本当だったらそのコロナの前に働いていた人たちがもっと労働市場に戻ってきてほしいんだけれども、 はい、なかなかそうはなってないって問題ありますね。うんえー、これは日本でもよく聞くところでタクシーの運転手さんなんかでも、まあ、昔の人たちがなかなか戻ってきてくんないからうまあどうしても人ぶりが大変だっていうことになりますよね。これ別の業種に行ったりとか、うん、あるいはもう引退しちゃったりとかそういうことですかね。まあ,そうなあるいはねやっぱり家族が反対するとかねおじいちゃんもういい,じゃいいでしょ って言われ何と,となく本人はそちょもう少しやってもいいかなと思ってるけどもけどえなんとなく気が引けてっていう,うまあいろんなケースあると思うんですけれども、はい、なんかこの4年ぶりに普通の夏が戻ってきたけどもじゃあ昔のようになれるかっていうとやっぱすぐには変われない。 っていうのがこれが世界のあちこちで見えてるかなとアメリカなんかはこれに流動性がものすごくあるから何かあった時もそも人がいっぱい集まってくるんだみたいなことを言ったりもしますか、ね、かがでも同じようにやっっぱり人手不足になってるんですね,いやあのね私、ちょっと今年の2月に1週間だけアメリカ様子見に行ってきたんですけどその時にとにかく一番 <laughs> びっくりしたのが空港の混雑。あー セキュリティのところの前が、まあ、大体ね、はい、ミニマム40分。 の行列手荷物検査をするあそこですね。であれあのアメリカ TSA っていうんですねんだっけトランスポーテーションセキュリティエージェンシーだったかな<え>まあまあ、まあ、要は手荷物検査のところに、はい、もうすごい渋滞なんだけどそこに、うん、ワシントンの空港に TSA であなたのキャリアを始めませんかっていうでっかい看板があって <laughs> つ,つまりこれは求人広告ですら はい、まあ最初のジョブとしてはまあ聞こえが悪くないというなるほどただ、人がいないから人をさばけないってことになってるんですか,、まあ、ですから一方でコロナが明けたんで旅行に行きたいっていう人はいっぱいいるわけですよ。私もとにかくコロナ後一,一目でいいからちょっとアメリカ見てこようと思って行くわけですからこのギャップの激しさ これ見て、あや,やっぱりあの普段あのいくらあの、ね、データ見ててもね、こういうのいっぺん実体験した方がはるかによくわかるなっていうふうに思いましたですねいやもうあっという間に飛行機乗り遅れちゃいまたよね、40分<え>もあそこで待たされたのね。でもそれに対しても賃金を上げても、やっぱりそもそも人がいないんだから集まらないってことになっちゃってるわけですか。えー、まあ、い,い 今ね日本も結構そういうところはありますよね。うん、あのだからちょっと地方の都市行くとタクシーいない。はい、あ,あのホテルの前にあれ一年もいないとかね。えー、あのそういうの結構ありますよね。う,ーんうん こうそれが、ね、あの価格に転嫁できるように日本もなってきたっちゃなってきたんですが、うん、やっぱここまでいっちゃうとちょっととまずいと、うん、アメリカに関してはこれうまいことを着地しようし、はい、ででききるようになってきたんですかいやこれそれが昨日の FOMC の感じでいうとマーケットはもうこれで利上げ終わりでしょ。 本当はそうじゃないの <laughs> っていうふうに見るれてるんだけど、はい、パウエルさんはいやいやいやまだあと1回はあるんだと、うん、それがいつになるかまだわからないんだと、うん、<laughs> そういうあの、まあ、お互いのせめぎ合いでマーケットの方としてはこれは、うん、い,い,いい展開だな うん、買っといてよかったって感じですよね。うんおまあ、記者会見なんか見てても言わそう言わそうという記者に対していやいやいやまだデータ見てやるからさっていう,ようない感じです、ね、それまたね記者の方もうまくて「テイラー・スウィフトのコンサートがすごい人出ですけど」とかね、うんあはいあはい、あやっぱああいうところはやっぱ記者の方も「攻め方うまいですよねおおなんだその話」ってそうそう油断させといて。ああのバービー,バービーの 映画もすごいヒットだとかね。まあ確かに今そうなんですよね。うん、あのやっぱ見かけ景気いいなって感じなんで、はいえー、まあちょっと明るいですね。なるほど。えー、日本の金融政策決定会合についてはこの後おはようニュースネットワークの存でまた詳しくお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク。 この時間取り上げるニュースはこちらです日銀の金融政策決定会合を大規模な金融緩和策の修正はあるのか日本銀行の金融政策を決める会合が昨日から始まりました物価上昇が日銀の目標を上回る状態が続く中金融緩和策の修正に踏み切るのか注目されております会合の結果は今日昼頃公開される見通しです えー、日本経済新聞の今日の一面トップは、日銀金利操作を柔軟運用、上限0.5%超え容認案という見出しが立っていたりとか、このところ、この観測記事がいろいろ出てますけど、ね、いやいや、これはね、本当に今週、もうピーピぴしてるわけ、ピリピリなんですよね、今週始まった時点では、はい、もうエコノミスト業界、変化があるっていうのが大体2割、<ー> 2> 8割は変化なし。 私も含めて<ー>だったんですね、はい、でところがですね、えー、あの今週の日曜日のお昼にやっぱり日経の清水佐也さんっていう、はい、あのつい先日ですね、上田日銀の本を出したばっかりの人が実はあるんじゃないかあってもおかしくないぞみたいな記事を流しててどうもなんかつかんだかなっていう印象を受けたんですね。<ー>でそれ見てあちょっと とこれはあの微修正あるなっていう感じがちょっと今週だんだん後半に来るに従ってえ流れてきてる今ドル円レート久々に130円台になってますね,すねはい139円の中ばっきりで,です若干円高になってるっていうのはこれはね、はい、なんかあるぞっていうみんな感じ取ってと感じてるんだと思いますでねこれ今日の12時ごろ があのアメリカやヨーロッパはちゃんと時間決まってるんです発表する<ー>この時間になったら発表しますっていうことになってるんだけど日本は意見が修練しないこともあるんでなるほどあるんですねで、はい、そうすると多分ね今日の11時半ぐらいからもう、はい、あのまだかまだか ってことで<ー>あの株価とか為替とかが微妙な動きを始めるはずなんですがええ、ええ、もっとすごいのが、はい、12時を過ぎてまだ出なかった時<ー>これは相当揉めてるぞて揉めてるいろんな憶測が <laughs> そうそうそうだからね今日のお昼にかけてはこれは本当にピリピリって感じですね。ここれ揉めててるってことは、ええ、修正 決まるんじゃないかと読めるし、うんうん、揉めてるってことは最後は元さえに収まっちゃうかもとも思うしう、ええええええ、あのまあそれでそのさっきちょ,ちょっとご紹介したその日経清水さんが書いた記事っていうのは、まあ今あのあの注目の今注目が集まっていうのは YCC 超、はいえー、短金利コントロールというのをどうするか、はい、まあこれもあの副作用をどうするかってことなんですけれども、金利の変動幅上限0.5 っていうのをまあ拡大するんじゃないかという見方があってそうだとするともうこれは明らかに円買いになるわけですね日本の金利が上がるぞってことで,でえ実は0.5とかもそういう差をもう言わない一定程度にとどめるというのはそういうあの定性的な言い方に変えるというのがありうるぞ っていうなるほど数字でも言わなくすると言わなくするとまあ言われてみたらその方が、はい、まああの今までその「 えー、ギリギリのところで、えー、0.5に行くかどうかぐらいのところとかで,でそうするとそれこそあの外国のファンドとかが遠慮なく売り浴びせに来て、はいえー、これに対して日銀が防戦がいいみたいな、ねえー、そういう,、えー、もう大変なあの修羅場が出てくるんだけども,うもうそれはもう言わないという<ー>この手があるかっていうのが、まあ、今日の見どころですかね。 これね、一方であの今週ちょこっと言われたのが、うん、あの日銀がこっちにはあんまりこの長短金利には手をつけずに、うん、いい物価の見通しに関してを修正するんじゃないかと。うんはい、で物価の見通しを修正するってことは、はいあ 物価が上がると日銀は見てるんだじゃあもうちょっとでこの長短金利もやめるんじゃねえかみたいなところもありましたけどこっちはどうですかあのね物価の見通しについて言うと、はい、今までこれは黒田さんも上田さんもそうだったんですけども、えーえー、決して地合いは強くないんで年の後半になるとまた2%を割ってきます、えー、というまあはい、ちょっとあの弱気な見方だったんだけど、うん、ただ、えー、この 6月、7月ぐらいのわれわれの周りの物価見てて、はいそん、結構強いぞって感じがあると思うんですよね、はい、まあそれはあの統計と実感のずれっていうのもあるわけでなんですけれども、はい、え日銀もです、ね、で、ええ、おそんなに簡単に下がらないんじゃないのうんまあそういう意味で今日の、えー、展望リポート。 そこの物価のの読み筋っていう,のがもう非常に注目されるところですね、えー、おそらくあのやっぱり大勢として年の後半に向かって下がっていくんだけれども、はい、ただその下げの度合いは今まで考えていたほど急激なものではないぞ、はい、と、えー、やっぱり日本も、えー、徐々に地合いは変わりつつあるし、えーまあ、やっぱり人手も足りないし、はいえー、賃上げもまあまあ強いぞ っていう感じになっていくんじゃないですかね、うん、あその日本の時代も変わってきたってあたり、まあ、今まではこう海外から入ってくるものの値段、はい、特に油の値段とかが高いからそれで物価も上がってるんだってコストプッシュって言われてましたけど徐々にではありますが国内の内需が回り出してるってことなんでしょうか、うん、あのまあデマンドプルっていうにちょっとなって。 ななりつつあるのかなとあので不思議なのはまあ物価が上がると、まあ、今までだともうあ値段が上がったものは買わない、はい、あるいはまあ他へ行くいっていそれが今までの日本の消費者の修正だったんだけれども、はい、今年の動きってのは割とみんな高くても買っちゃってる。 ところがあって私個人的にびっくりしたのはこの間うなぎ屋さんの前に行列ができてるうなぎってその店は割と庶民的な感じですけどもやっぱ3,000円4,000円かかるところいや今そうですよねお重でなんていうともう3しちゃいますよねそれがね行列ができてるっていうのまあまあもちろん来週が牛の日ですんね。まあ別におかしくはないんだけどやっぱりこの3年間 えー、コロナの下で、まで、あ、日本銀行いわく強制貯蓄っていうのがある、はい、つまり、えーまあ、消費者がお金を使い切れなかった分っていうのが50兆円ぐらい溜まってるというふうに言われてるわけなんです。はい、ですから、えー、でこの3年間っていうと四半期ベースで見ると、ねえー、日本の貯蓄率って一番高い時で20%まで <laughs> つまり可処分所得の8割で皆さん暮らしてた。 まあ、それどころじゃなくてースーパーに行くのも3日に1回ぐらいとかね確かにそうです旦那さん駐車場に残っててください奥さんだけ行ってくださいみたいな<え>んそんな極端なことやってたわけですからうまあそうなるのは当たり前なんだけどこれもね今年の13月期の数字ってもう出てるんですけどこれがね。はい 1.6%。おお、貯蓄率1.6%。え、つまりつまりあのみんなほとんど普通の状態。この1.6ってのは2019年ぐらいのあのコロナ前の水準に戻ってるんで、もう今足元多分ほとんど日本人の消費成功普通に戻ってて、なおかつこの3年間にちょっとあの宅配もあるんで、今はまだうなぎ屋さんでも並んじゃうんです。パまた使っちゃうかと。ええ。できるこれでいつまでも続くもんじゃない。 <で>そうですよね。貯金だから使っちゃったら惜しか、ね、ったから、うん、まあまあでもその五十兆円なんだから半分でいいから。ええええ みんな使ってくれるとそれだけですごい景気にはいいわけなんですけどそうす、ね G、GDP の5%の分ぐと <laughs> そ,うそうなんですよまあだからあのとりあえずこの夏はいいかなとあ,<ー>であとねびっくりするのは、はい、えと今年のお盆の飛行機とか全然取れないとかっていう話があって、うん、あ飛行機取れても羽田空港の駐車場空いてないとかねみんな移動すると。うんえー、だから割とねこの夏はみんな いいぞといいでただやっぱ持続性ですよね秋以降どうなっていくのっていうのが、まあ、これ今だと気になるところですね。<ー>えー、そこは少し政策的な後押ししないとってことになりますか、えー、あのやっぱり大事なのはあのこの賃上げの勢いが1年だけで終わるのか、うん、来年も続くのかっていうそこをみんなやっぱり気にしてると思うんですね。うんはい、でももしし続くんであれば、まあ、少し、えー、使っっちゃってもいいかなって っていうことになるし下手をするとまた元と同じマインドに戻って安いものを探そうっていうことになっちゃうかっていう,うだから今年の夏は、はいうん、なんか結構その,あの重要な分岐点 生きてるかな思いこれね賃上げに関してっていうのは昔からいろいろ税制の優遇とかやったりとかしてけけどずっっと踊らなかたわですよねこれ一時的に今年の春は踊ったわけですけどこの先どうなるかっていうのはでも企業マインドとしては上げよう上げようって感じでもないわけですかこれはね日銀短観なんか見ると来年の新卒採用とかすごい勢いになってますね。 それからまあ設備投資意欲も強い、うん、あまあだからどっちかというとまあプラスかなと思ってますけどね。はい、うん。あとはその流れがなんか冷や水を浴びさせるようなイベントがなきゃいいけどってところですね、うんえー。この時間吉崎達彦さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方はこの後も吉崎さんにお付き合いいただきます。以上全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしました。おはようニュースネットワークでした。 さあそして来週のコメンテーターの皆さんですが7月31日月曜日ジャーナリスト須田真一郎さんえそして8月に入ってまいります1日火曜日は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん2日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん3日木曜日明治大学教授で経済学者飯田康之さんそして4日金曜日は防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん登場です生放放送送はもちろん放送後 はラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でもチェックをお願いいたします。来週も飯田浩司の OK コージアップをよろしくお願いします。います続いて教えてニュースキーワードです。林外務大臣がインドやアフリカへの訪問をスタート。 南西アジアとアフリカを歴訪中の林外務大臣はインドの外相と会談しました対中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現に向けた協力を確認したとみられます 林氏は28日に、えー、政府関係者や経済人らが参加する日インフォーラムで講演しその後、スリランカモルジブ南アフリカウガンダエチオピアと訪問し8月の4日に帰国をする予定であります、えー、今回の歴訪はグローバル・サウスと呼ばれる新興国・途上国との関係を強化する狙いがあると見られております。 まあこの国会も閉まって夏休みということでえ海外出張に行かれる閣僚多いというところですが林さんもインドにえ行きました、まあ、G20 のねインドは議長国でもありますもんね。そうですねあの、まあ、インドの重要性って まあこの間はあのアメリカに国賓でモディさん行ってますあちょっと今モテ期ですねインドって国は。みんなが味方につけたいと思ってるんでめったにないことなんでインドとしてはやっぱこのチャンス今年の9月の。 えー、G20 首脳会議を前に、はい、もう自分のちょっとこの魅力アップを図ってるところだと思うんですよね。うんうん、これインドそのものとしては、えー、こうどういうこうポジションに取っていきたいと思ってるんですか、ね、やっぱり彼らはね、はい、あの天上天下ユイが独尊なんですよ。唯 <laughs> イ、ね、<laughs> が独尊ですか。ユが独尊なんですあのあ<ー>俺たちが、はい どっちにつくなんてそんなことをお前ら考えるなよと<ー> <laughs> 俺は俺だって言って ところがあるわけで我々なんとなくこれなんとなくこの G7 バイアスみたいなのがかかってて、はいえー、西側につくでしょ利益考えたらっていうふうに思っちゃうんだけどやっぱりインドはもうちょっと違う見方をしててまあおそらく彼らから見ると日本外交なんてお前はなんだし結局アメリカべったりで他に選択肢ないだろうと、うん、俺たちは違うぞと自分で決めるんだっていうね そこののの見方の違いっていうのがあると思うんですよね。で、私今でもなんかすごく印象に残ってるのは2017年にモスクワに行ったんですね日露専門家会議ってのにでに参加して、えー、今から思うと小泉優さんなんかも一緒だったんだけどその会議はさておいて、うんはい、たまたま泊まったホテルの朝食会場が、えーえー、インド人でいっぱいだった。 っていうのがすごく印象に残ってて「なんだこりゃ」って<ー>、えー「ロシアとインドの人の交流ってこんなすごいんだ」 ってていうのをまあ見別に<え>その会議に出席した人だけじゃないわけですよでもでも関係なくて<ー>このロシアとインドの間の人流っていうもの全く我々からもう見えてないな、はい、もうレーダーサイドから抜けちゃってるわけなんですよね。ねはい、で考えてみたらブリックス会議 ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、でこの5カ国の首脳会議って、ちゃんと毎年やってて、はい、えー、今年は8月の下旬に南アフリカでやるわけなんですけれども、じゃあ、今までわれわれ、このブリックス首脳会議でこんな議論,議論がありましたっての、報道で聞いたことあるかっていうと、ないんですよ。 はい、でところがそのロシアで、まあ、あのかろうじて読める英語の新聞を見てると、はい、ブリックス会議今年はこうこうこんなことやってるっていうのが出てるわけあいかにあの我々がこの彼らのことを見,見てるようで見てないか最近になってグローバルサウスという便利な言葉が出てきて、はい、あやっぱりもうちょっとちゃんと見なきゃいっていうふうに思ってるんだけど、うんまあ、いかに今まで我々がそのなんか狭い範囲だけしか見てないか。 日本外交っていうとまず日米日中日米と日中が大事であとまあ領土問題があるから時々日露あと朝鮮半島ザッツオールみたいな大体報道ってその辺にそうですね国際面で出てくるのって。でも考えてみたら日本が介在しないところの人の流れとか経済の動きとかというのがいかに我々見えてないか。 っていうのがねちょっと愕然とするものがあるわけですよね、えー、林外務大臣のインドアフリカ歴行インドについてお話をいただきました教えてニュースキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ 最低賃金全国平均で初の1000円台で最終調整今日最強議へ今年度の最低賃金の引き上げ幅について全国平均を現在の961円から1000円台に引き上げる方向で最終調整に入ったことが分かりました物価高騰や春闘での賃上げの結果を重視したと見られ正式に決まれば最低賃金が初めて1000円台に到達します 厚生労働省の中央最低賃金審議会はきょう午前10時から協議再開の予定です。ということできょうの毎日新聞の一面トップがまさにそれというところであります。うんうん、いやー ととうとうここまで来たかって感じですねだち,ょちょっと前まで地方によって700円台なんてところありましたからね、はい、時給700円とか結構ざらーでした、ねえー、私学生の時なんかは結構それで高校生の時バイトししたりしましたあそれで、まあ、私なんかがよく地方で講演会 とかやって、はい、私が大体相手するのは経営者の方々で,で,、うん、でそこで「いやもうちょっと賃金上げないといけません」みたいなことを言うとあと、ええ、で、うんはいい「いやいやおっしゃいますけども、うん、あのいろいろ難しいものがあります」みたいな、うんあまあ、こっちも苦しいんですみたいな,な話を受けるんですよね。なるほど,なるほどで、まあ、そう あるいは、ね、まあ、はい、いや最近トヨタさんが県内に工場出されて、はい、とんでもない時給出されるんですよねとか言ってまあそういやそりゃお宅が悪いでしょって <laughs> <laughs> あのうそういうことってけ、うん、結構ありますねあ<ー>、うん、まあただあのこういう動きが出てきてる 本当に、はい、えなんかブレイクスルーっていうんですかね、あのーまあ、もちろんこれ大変は大変なんですけれども経営者にとっては。ただ、あのー、日本経済全体として生産性の低い部門から高い部門への あの労働移動というのはうこれやっぱりもう欠かせない、はいえー、状態に来てると思います、えーえー、で去年って2022年ってあの出生数があ、まあ、80万割った77万人だったっていうのは、はい、これあのみんな知ってるんですけど死亡者数実は158万。はい え差し引き80万人減なんですよ日本全体としてで80万人っていうとこれ福井県よりも多いんですねああなるほど福井県より小さい県って4つもあるんですよね徳島と高知と島根と,えと鳥取かなだからやっぱり去年の数値ってのはある意味異常値かもしれないんだけど日本の人口減少ってもうかなり えー、もう止まんなくなっちゃってるんでんこの後やっぱりどうしても、えー、労働移動ってのは欠かせないそれと同時に賃上げが起きる、はい、でこれは枕で見るといい話で日本全体として生産性が上がる成長力が上がるで賃金上がる消費も伸びるただしその過程では、はいえー、人手不足倒産みたいなことが多分起きる ですよねここで大事なことはもうこういうと語弊があるけどそれを無理に止めないってことを全体としてやっていかないとこの後の対応っていうのは難しくなってくるだから今日のこの賃上げ1000円っていうのはねすごく象徴的な動きじゃないのかなと思うんですよね。これねよくあの デフレ期というか景気の悪い時にこうゾンビ企業が生き残ってるからとかいうことをいろいろ言われましたけどむしろこれから景気良くなっていく段階でそれでも倒れちゃう会社っていうのは残念ながら大変申し訳ないけどそこはそれとして受け止めながらあの働く人は次の。 会社が必ず待ってるよっていう環境を作っていく。そうそうなんです。まあ、うん、あの今年の上期もですね、倒産件数って前年同期で見ると3割ぐらい増えてますね。はい、でそれはまあこのコロナの最中にまあ、はい、いろんなやり方で支えてきた部分が、えーえー、まあ今。えー えー、ゼロゼロ融資だっても返済が始まってるしいろんな今までのつっかえ棒を、まあはい、外させてもらいます、うんまあ、その代わり、まあ、世の中は割と今落ち着いてきたから、まあ、あのいろんな、えー、再検索とか可能でしょ、はい、という時期に入ってきてるんで、うん、まあそれはむしろ前向きに捉えていいいた方がいいと思うんですよねうんここから先は一人で歩いていってねと、うん、でその代わり稼げる人はどんどん稼げていいからね、うん、っていうような。 ちょっと気になってるのがね私の周りなんか見てて明らかにそうなんだけどある年齢より上はまだメンバーシップ性の意識を引っててある年代より下の人たちってもうかなりジョブ型つまりどんどん会社変わるのが当たり前っていうライフスタイルになっててこれ本来逆だろうと若いうちは一つの会社でスキルを身につけて。 ある一定の段階に達したら独立するなり転職するなり、うんえー、好きにしていいよっていうのがあるんだけど、うん、まあ今の日本ってのはちょっとこの過渡的な状態なんだそれが逆になっているとい、えー <laughs> えー、これはでもあのやっぱり、えー、ちょっとずつ変わっていくのが自然な姿かなって。 って思うんですよね結局、そうなると比較的賃金の高い人たちは会社にずっと滞留し続けてしまって本来、ね生産性を高めてくれるような新しい目をどんどん見つけてくれるような若い人たちが育ったと思ったらいなくなっちゃうというのを繰り返すとこれ、企業経営者にとっても頭痛い問題でねそれはねよく聞きますね。あの もうとにかく若いやつが辞めるとどうしたらいいんだろうとそれもあの本当に期待してたやつが辞めちゃうっていう、ねはい、これはね結構よく聞きますね本当に官民問わずですよね<や>これ結構ねそう官もそうなんですよね、うん、今ね、うん でそうなってくると次を担っていくるような中堅がなかなか育たないと、うんえー、これあのかつては氷河期世代なんかはそもそも劣ってなかったじゃないってところから始まって <laughs>、えー、今、本当に中間管理職以外なり手がいないっていう話が出てきてますもんね。んえー、だからまあ 今どこの職場でも、若い人が何かこのすごい希少価値があって。で、まあ、私と同じ年代の人間なんか、むしろ。なんか余ってるっていう、ちょっといびつな構図が、あの、あるかなって思いますね。この辺っていうのは、仕組みで変えていくべきものなんでしょうか。ねそうですね。あの、だから、何がいいのか。 ってていうのはなかなかか難しくこれはよくあの、まあ、私の年代あの60代前半の人たちって、うん、昔は60歳定年だったから、うん、その60歳で農業を始めるみたいな人って結構いたんですって。はいでで ところがね今65歳までいていいよってことになると、えー、その農業をやろうっていう人が今60歳だと初めてトラクターをあのー運転してみるみたいなことできるんだけど、はい、これ65歳になると多分なかなかそんなことはできないんで<ー>うん何がでも本人にとってどっちがいいのか 結構難しい問題だと思うんですよねた60から最高位だと安定はするよねというところなんでしょうね。まあ、気が楽なんですよ。今と同じ仕事あと5年していいよって言われるとねやっぱそっち選んじゃうんだけど、うん、でもひょっとしたらその、えー、違うチャレンジをやった方があの本人にとってもあ,のあるいは農業にとっても <laughs>、はいえー、新しい血が入ってきて、えー、いいのかもしれないんですよね。うーん いやその辺の新たなところに挑戦していくみたいな気持ちっていうのも社会全体の雰囲気もあるしあるいは景気の動向もあるしようやくその辺もできるようになってきたんですかね、うん、そうです、ねまあ、だからこのコロナが終わってあの、まあ、いろいろね、はいえー、人生観変わったとかい、うんえー、う方結構多いですから<ー>、まあ、そういうポジティブな変化がこれから増えてくれたらいいなと思いますね。うん えー、最低賃金の話から、まあ、あ日本の働き方というところのお話もいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました リーダコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください